一日、お疲れさん、どうもしこです。安井です。世界役です。ジョンです。今日の企画は、男なら経験人数多い女子一瞬で見抜ける説。いつかこの企画。はい、ということで、はい、まあ僕たちももういい年ですから、はい、数多の女性を見てきまして、はい、ある程度それぞれにね、こういう女性はこれぐらいの人数だろうという、はいはい、シミュレーションのソフトが入ってるわけです。見積もりソフトがね、まあまあまあ、わかります。なので今回は、視聴者の方にご協力いただきまして、はい、まあ顔を出させていただきますよって許可を取った方限定にしておりますが、はい、その方たちにですね、はい、自分の経験人数と写真をいただいております。ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。なのでこれから、2名の女性の方の写真をこう出しますんで、はいはい、どちらが経験人数が多いんだろうっていうのを、ね、みんなでこう話し合っていきたいなと思います。いう企画です。はい、それではやっていきましょう。登録ボタンは下方向。さあ、それでは、はい、第1問、はい、どちらの女性の方々、はい、どっちが経験人数多いでしょうか。うわー、意外とむずいな。ちょっとな、俺らで答えを合わせるとかね、5人で、うん、さあ、どうでしょう、ね、これ僕もまだ答え知らないんで。そうだよね、一緒に考えていくんですけど、俺個人的な見解では、左の子はこう明るく男友達いっぱいおるそうやけど意外と硬いんちゃうかという予想で右に振らせていただきます。いやー、右がね、結構落ち着きそうな、うん、なんか感じは僕はしてますけどね。これなんでなんですか。なんでやろ。確かに分かりやすくこう明るいっていう感じじゃない、はいはいはい、はい、ちょっと陰要素とかを含んでる子の方がなんか、うん、まあねー、逆に、これなんか僕あの写真撮る時にちょっと口をこうこうやって、なるほど、なるほどね。タイプの人はなるほど、なるほど、ちょっと男気を想像してる感じがするんですよ。確かに対人の時に、確かにあざといことできる可能性があるよね。そうそうそう、写真の時にできること。確かに経験豊富なのは右なんじゃないかなと思いますね、僕は。ここ右だと思います。右で行こう。右行きましょう。右ですか。それでは答えを確認します。はい、正解は、はい、経験人数多いのは左。海の女性が多いですね。金さん結構、いや2倍差ぐらいあります。あ、普通に、あ、普通にだ。こういうゲームですね。そう、こういうゲームを理解しました。こういう企画です。男がどういう風にその女性を見てるのか、見てるのか。そう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 。でも今外れたわけじゃない。そうそう、ね、面白いよね。女性がすればみんな当たり前左やろなってるかもしれない。そう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 。でも僕らのチャンネルの公式見解として、はい、経験人数はマジで関係ないっていうのを、うん、そう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 。ですから、モテとかどう見られようがいいんですけど、はい、こういう女性はこういう風に見られるよっていうのを、はいはいはい、もう多分分かるかなと思ってやってます。男心、確かにね、はい。そういう視点でもお楽しみください。はい、はい、はい。第2問、こちら。さあ、わかんねえ。さあ、ディープシークラブ。ディープシークラブ。あ、ディープシーだ。絶対左、絶対左、ディープシークラブ。これは左だよ。左だよ。左だよ。これは左、左です。左だよ。もうディープでも言ってるよ。それは嘘ですけど。ちょっと待って、これ今日わからんくない？マジでわからんな。これはわからんな。いや、これはでも左かな。一部隠しても出てくるよな。いや、これ僕、右の子は、うん、このピアス、真珠タイプと四角じゃないですか、はいはいはい、結構その上品な、まあね、まあね、友達いい感じなのかなと思って、結構その固めな人、うん、そういうことに対して、うんうん、髪色も暗めだし、髪のセットの仕方もちょっとね、結婚式っぽいというかね、そういう、うん、金持ち系だけど遊んでる奔放な人はもうちょい派手なピアスつけると思うんですよ。なるほどね、ブランドバッチリとか。そう、ちょっとしっかりこういう小物から僕はちょっと硬い人かなとは思いますよね。無難に左なんかな。やっぱ右の人の方がほんまになんか分からんけど一途そう。うん、一人の人と結構長く付き合ってそうなイメージ。左やな。左で行こうか。左で行こうか。はい、では答えを確認します。はい、経験人数が多いのは、はい、左。おー、しゃべる。さすがディープシークラブ。ありがとう。やめてくれ。ありがとう。ありがとう。やめてください。ブランド基礎。そういうブランド。ブランドです。ブランドじゃないの、これは。結構大差。まあ大差、大差だけど、うん、めっちゃ遊んではるってわけではなく、うん、どちらもね、やはり僕らの想像通りこちらのピアスの方が結構硬い。あ、まあ真面目な。はい、なるほどなるほどなるほど。きちっとしてますね。ちゃんと真面目な感じはしますね。そっかそっか。なんかそういう感じ、感じはマジわかる。出てるよな。出てる出てる。第3問、はい、お
あ、加工が入ってくるね。この2人、うわー、どれが経験人数多いでしょうか。いや、これだから加工をどう見るかなんですね。そうなのよな、加工ってマジ分からんんだよな、元の顔。ちなみに右の方、喫煙者ですよね。右？ほんまや、ほんまや。あ、うわー、いい水。そうそうそう、あの、なんか、メンソールキーな。そうそうそう、ちょっとこれ見え方変わらないっていう。これちょっとお前、これ来たんじゃん。アイスブラストとか捨てそうやな。これはちょっと僕右でお願いします。僕も右っぽいっす、これ、うん、なんか確かにそういうイメージあるよな。喫煙者はちょっと多いイメージが、大学の先輩とか俺植え付けられてます。喫煙者はやっぱね、意外と男受けいいのかもしれないね、一部の。まあ、飲みに行ってもね、飲みに行ったりしてる人が多いから。確かに右の方が多いんちゃうかな。よく言われてる男のあれでしかタバコを始めない説が。あ、そうそうそう、あー、なるほどね。待って、まあ、次のヒントもございます。もしかしたらこの人結婚されてますよ。なあ、ちょっと左手で、おおおお、お前は反射し、反転しなかったら。すっげえ、なんだそれ、気づいちゃった。それや、10や。10や、後ろや、出たらもうそれは10や。こっちが、けど、これさ、後ろの文字が判定してるってことは多分左手やもん。あ、そうかそうか、あ、そうか。だからまあ、結婚してませんわ。タバコで行こう。俺の決めて、もうタバコとかで決めたら見た目何も関係ないよな。喫煙者ってだけで。いや、でもスノーで撮ってて、このよう飲みに行ってる子やとしたら、飲み屋っぽいよね。場所までも結構あるよ。チャンスが多いなと。そうや、そうや、あるあるある。逆にさ、左側さ、精査しようよ、なんか可能性感じるところ。なんか純粋そうな。まあ、てかこの角度とこの前髪は意志強いんじゃん。そう、自分持ってそうし、黒い。なるほどな。そう、私が抱いてるっていう側の人。そう、確かに。そう、タバコで右にしますか。じゃあ右でいこう。タバコで右にしましょうか。お願いします。わかりました。はい、正解は右が多い。いけてるいけてるいけてるぞ。上がってきたかもしれないですね。僅差ですか。いやいやいや、結構いや、差ありそう。あー、そうなんだ。俺は差ある。そうか。あとやっぱ左の方がやっぱカチンと選んでるんじゃないかな。なるほどね。そんな感じしますよね。なるほど。意思を感じる数字ね。そうね、運命だけだろうね。おー、多けりゃいい、少なけりゃいいでもないですからね。そうです、別に両方とも日はあるわけで。でも意外にわかるね。当たってるね、まだ。はい、4本。おいはどっち。なるほど。いや、これ右の方めっちゃ若いんかな。そうか、これ年齢差入ってたらシンプルにあった。そう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 、食べっ子動物で、俺らの世代でここにスタンプ打たない気がするよな。若そうやな。若そう。10代後半とか20代前半って考えたら遊べる限界なんじゃねえか。めっちゃいい問題やな。いや、でもこれ多分左の方めっちゃぐるってるぞっていうさ、服装セクシーじゃない。この上げ方、みんなの左ちゃう。髪もね、セクシーなこう前髪長いタイプだしね。これを男絡みで埋めてないとしたらめちゃくちゃ長いタイプだな。10年とか付き合ってる。そういうことやん、そっちやな。そういう系の人やったらそっちに振ってるからな。芸人じゃないけど男はめっちゃ分かってる。男慣れは絶対してそうだね。男慣れはしてる。雰囲気はあるよね。だからそれが経験人数と直結しなかったりするからむずいんですよね。食べっ子動物は若い男好きそうじゃない。いや、好きそうやけど、これそんなに詰めるほど年いってんのかな。いや、いってないと思う。すっげえ若そう。若そう、すげえ若そう。腹パンも入っとるでしょ、これ。手でも大学生でもやろ。けど、めっちゃ多いかっていう。いや、まあだから食べっ子のスタンプを選んでくるあたりは結構な大遊びしてるからね。いや、そう、大遊びしてるから。伏線あるの、あるの、あるの。伏線の可能性あるよ。食べっ子動物が、あ、俺ら食べっ子やったんや。そうそうそう、それある、それある。男だって喋り動物でしょみたいな。だとしたらうまいよね。そう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 。だからこれめっちゃ難しいな。0人でこういう感じのファッションで渋谷でめっちゃ飲んでもいるから。いるいるいる。そうなんや。いるいるいる。わかんないよね。まあ左ですかね。左しよう、左しよう。はい、正解は左が多い。おっしゃ、まあまあまあ、これはすごいね。これら当てるでしょ。意外と当てれるもんだね。成熟してます、僕ら。正直なんか、ここも当てんのかなと思って始めたけど。まあ左の方は別に多分そんな、そう、めっちゃ当てるから。いや、普通ですよ、普通です。まあ多分やっぱ、男を知ってる。そうだね。さあ、大王。おお、これむずいぞ。わあ、誰かよ、ちょっと好きかも。なんか聞こえたね。いや、誰、え、あれ、若干どこから聞こえました。誰、誰すか。ちょ、10やないか。10突きつけんな。でも俺、左かな。
俺も左やと思うもん、多い人。俺もね、左やと思うよ。まあ、俺も左やと思うよ。喉この直感が左って言ってる。なんかね、そんな気は左やね。あ、右の子は…マイウィードはね、この…そうやな、自分持ってそう。だから、やりたいことありそう、普通に。うん、なんかやってんじゃん。そういうことでね、そんなに多くないイメージありますか。あんまりなんか飲み行ってる感じもなさそうなんやな。そうやな。これも本能的に左やな。なんか直感出たマジで。なんかこういう女性は結構その経験積んでらっしゃるイメージある俺。左に行こうか。はい。か。マジで。正解は、はい、左だった。おっしゃおっしゃ。当たるな。すごい俺ら。すごい。いやこれ、うん、まあね、人数がマジで。おもろい。予想外ですね。ダンサーっぽい子が。はい。はい、おー多いじゃん。おいおい、思ったより良かった。こちらの方ほら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 、まあ、やっぱ男が好きそうな感じやっぱり。そう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 、だからもうそこまで突き抜けてる方だ。なるほどね。俺ら感覚でバーンと当てるの、すごいな。すごいな、ね、第6問。はい、はい、こちらのアニメ。なるほどね。うわーすごいね。ほんまに血も多そうなイメージ勝手にあるな。全然タイプちゃうからな。これわかんないですよ。今日の頂上決戦かもしれないですよ。頂上決戦かもしれない。若いやな、どっちも。どっちもなんか多いタイプの別ジャンルやな。ほんま。わかる、言ってこと。言ってこと。そう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 。違う食い物話してんだこれ。寿司とラーメン。うん、寿司とラーメン話してる。なあ。右じゃない？右は間違いなく多いよな。右は間違いなく多いよ。だってこれできひんくない？そうそう。少ないやつやし、ほっぺにジョンってやってさ。いや、しかもね、このエフェクトの髪型慣れてるじゃないですか。慣れてる。左も絶対多いよな。いや多いけど、これけど左近寄るかな。結構キリッとしてるから。そうだよね。モテるとは思うねんけど、ちょっとハードル感じそう。右多いっすか。いや俺は多いと思ってる。こういうタイプとかあんま右は多いと思う。右多いんだったら右でいきたいな。これ左も肉食やったらめっちゃ多いから。そうなのよ。そっちが、そっちが、そっちが。いやこれだからどっちも本気出したらもうすごい。そうやで。そっちの適当に振ったら多分それもすごい。左はだから意外とそれであんまないんですよパターンなんで。まあまああれだよ。いやいや俺もそっちやと思う。右はあんまないんですよパターンないんだよ多分。そのタイプはやっさん、ちょっと俺的には絶対そうなんだよ。じゃあこういうやっぱエフェクトかけてあの映り方してることあんまり経験ないんですよ。俺はあんまりないと思う。じゃあもうこれやっさんを信じたい俺は。答えが出します。はい。正解右。おっしゃ、すごいな。もう出れるね。ここまで当てたの。出れるんだね。これはだから、はいさ、左の子は別にめっちゃ少ないとかでもない。あ、人並みに。右がすごい、やっぱ右がすごいです。へぇー、やっぱそうなんや。本日初めての。おぉー、もうわかるね。なんかそっちに全振りしたパターンしたパターンしてた。へぇー、だってここだけエフェクトかけないなんて誰が考える。まあね、それはそういうやつや。そういうやつや。作成者、作成者じゃないです。作った人が考えた。デザイナーではないです。やばいやばい。ジェネギア、もう落ちたから俺は。第7問。はい。多いのはどっち。ジャンル違うね。何、さくらみたいな髪型してる。左の子、これ何、コスプレ、ま、マジゲ。コスプレイヤーっぽいね。いやこれ結構どっちもちゃんと世界観ですね。確かに。これいやもう逆に両方とも少なそうやけどな。あ、そっちタイプが。そっちの勝負もあるよね。ハイハイじゃないっすね。そう、ロロ勝負。でも左や。まあまあけどこれ左じゃない。そう。いや、このソフトクリーム選ぶ人いらっしゃる。そうだ、そういうことだね。ソフトがめっちゃ真面目やね。ナビ行くかな。文化的なものを勉強しに行ってもね、旅行で。え、でも感じ、ちょっと感じるよね。口開け自撮りやで。いやまあ口開け自撮りはそうやけど、テンション上がったんちゃう。あー、準キュアな感じね。なんか奥に安定が見えるわ。老老勝負だったらさ、左ゼロとかっていうパターンもあると思う。いや、それはある。左結構なんか0、1とかのパターンあるんだ。いや、ワンチャンある、こういう人は。これ分からんぞ。自分めっちゃ持ってるタイプの人の可能性あるから、そういう時はそれあんのよ。いや、ゼロの派手髪はおらんて。まあそれゼロの派手髪はおらんとは思う。でも、おらんかどうかって話。おらんすか。まあでもまあ左じゃないですか。正解は右の。さっきのパターンです。いやまあゼロではないですけどね。派手髪の割に少ないというイメージを持たれるかもしれないです。でも俺派手髪はちょっと多そうなイメージ持っちゃうよね。なんか持っちゃうの。うん、いやー、あり
リーダーの口開け自撮りやね、ちょっとちゃんと噛みつけた。確かにな、変になんか、まあそうか、キングオマだからとか意味不明なこと言ってたからね、俺は。そうか、そんなわけないからね、ないからな、味覚だからね、アイスなんて。いや、俺このアイスのデザイン感だと思う。アイスのデザイン。はい、始まう。はい。おいこち、待って、右さ、バカ若くない？バカ若い。中高生じゃない？いやいや、それはそのプリクラ的な効果でやろ。右？まあ大学生ぐらいで、ね、そうな感じですよね。いやどれむずー。まあでも左も若そうだね。そう、お互い若そうやね。まあでも左かな、これは。これすぎるむずいな。いやでも俺右の方が向いちゃうな。あのさ、右の子さ、何隠してると思う？白く頬を削ってる。あ、細く見せてるってこと？でもそんなに、でもそもそもやってるもんな。そうそうそう、だからあこになんかとんでもないヒントが。なんか経験人数とかやったら、せ、精度してね。あー、それぞれ刻まれてるとかやったら、すごいよ。上位。お前すごいな。じゃないと。ってやな。箱の白いね。意味わからないもんな。やりの子ね。はい。このエフェクトかけるのに、上に青い鳥飛ばすから。ちょっとね、メルヘンよな。そうそう。いやいや、お互い少ないと俺は思って、そもそもね。はいはいはい。まあけど、その、男界隈で言いません？涙袋、おっきい女の子は。強く強いって、宮さんがそれもちょっとあるなっていう。そう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 、ホルモンタンクって言われてますから。そうなん、さあ左ちゃん。いやこれむずいな。いやなんかやっちゃう、分かんないですよ。左の子ってちょっと田舎っぽいんですよ。確かにちょっと。で田舎の子って結構率多いんですよ。早いからね、回数多い、始まりが多いんですよ。でも両方若いじゃないですか。はいはい。だったら右の子のはちょっと都会的なんですよ、近くて。なるほどなるほど。っていうと田舎っぽい子の方が多いんじゃないのかなっていう。なるほどね。左でいきましょう。やべえ、はいはい、俺も左やな。これ車な気がするし。正解、左が多い。おいしょおいしょおいしょ。しかも結構多い。ほらほら、素晴らしい。ホルモンタンクや。ホルタン、すごいですね。おおえこのフィルターやっぱそうなんじゃん。このフィルターな、さっきの3桁目だけ出すやつね。目だけ出すやつやってるやつは多い。こんなんだね、目だけ。いやだからそれはそういう、はい、おじいやおじいな感じだよ。そう、顔にかけたいよね。そういうもんやから。最終問題です。はい、第9問、多いのはどっち。ああ、まあまあまあ、でもちょっと今度は右やけど、右ですけどね。言ったら右。その自撮りの時に真顔になっちゃう子はちょっと真面目な感じする。真面目な感じする。これだからあえてどのきついメガネで俺たちを窓越しにしてるかなって思ったら目マジでか。この時点ででかいじゃない結構。いきなり彼氏らに行く前ちゃうのか。それはいいね。そうね。手前げそうやで。遠距離彼氏に会いに行く前やったらもう中笑わん。確かにな、そう。確かにな。やばだもん、言うな、お前。緊張してはんねん。そうや。久しぶりに会うから。いや、これむずいで。でもやっぱデカイヤリング。右な、そう、ちょっと思った、もうデカくない？デカイヤリングの子って、俺少ないイメージあるね。あ、これっすか？なんか、ちょっと自分持ってる率が高いというか。めっちゃ言うやん。持ってる率とはやっぱ少ない。まあ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 、これ少ない勝負じゃない？これもまあまあ、そんな感じするな。でも右いいやと思うけどな。最初のインスピレーションからすると右で。はい、はい、頼むよ。正解、右が多い。すごい、俺ら生徒率すごいな。すごいな、耐えたんちゃう。2問ぐらいしか外してないんちゃう。相当僅差ですね、お二人は。あー、そうなんですよね、そんな感じします。そうか、あー、めちゃくちゃそんな感じする。合ってます、僅差っぽいですね。ただでもほぼ一緒だ。確かに確かに。まあ、ただ、何年ですね。そんなレベルでしょ。そうですね、そうですね。アイキャッチです。はい、ということで、最終結果9問中7問正解。おー、悪くないんじゃない？すごい、すごいやろ、結構 80% ぐらいでしょ。いや、だからこんだけ俺らが推理してるのが女子から見たら、いや、一発で分かるやろっていうもんなんかどうかよ。どっちだろうね、女子も欺かれたなのか。そう、男バージョン分かんのかな、女の子。え、男、俺ら分かる？俺らはどうせ分からんよね。分からんかも。多い少ないわ。なんか喋ってみて雰囲気で、あ、こいつ多分だよね。そうそうそう、そういうのしか分からんから。確かに確かに。遊んだ過去何回かあるな。え、俺これコメント欄で女子に何本あったか書いてほしい。あー、なるほどね。俺らの方が生徒率高いんちゃう？高いと思うで。なあ、そうだと思うよ。高いよね、多分結構。ねえ。まあ、ということで、はい、こんな感じでね、男は女性のことを見ておりますが、はい、まあ、本当にね、経験人数多い少ないもマジで関係ないです。そうっすよ。関係ないんですけど、はい、
私なんかこういう風に見られてるのはなんでだろうみたいなって言うと、今日の動画とか見てもらえると思いながら、はい、確かに、はい、はい、はい、どうした、どうした、今日も動画見てくれてありがとう。インスタ、ツイッターなど各種 SNS やってます。概要欄からフォローよろしく。チャンネル登録もお願いします。ということで、今日も一日お疲れ様。